どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またちょっとお人形さんでやったんですけど、今日は遅れ毛をこう巻きすぎた時に直す方法を2つご紹介します。結構こういうトラブルというかまあことって結構多いかなと思うんですけど、まあその時にパパって直せる方法と、あとまあメイクとかしながらこう時間がない時に直す方法2つやってますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。こんな風に遅れ毛を巻きすぎた時は、まずシングルピンを使います。シングルピンを毛先の方につけて、シングルピンの重さでカールを緩めていきます。ちょっと時間を置いて外すとカールが自然に緩んでいます。こんな感じで自然にカールがついている状態になってます。次にコテで直す方法をやります。毛束を取ってコテで、まあカールがあるところを挟んで、そのままスーッと滑らせていくだけです。するとさっきのカールが弱まっています。反対側も同様にコテを入れて、そのまま滑らしてくるとカールがしっかり緩んでくれます。毛羽立ちがあるところにバームをつけていきます。綺麗に髪の毛をまとめて、まあこの時もちょっとこう毛先に向かってカールをなじませるようにしてあげると、より自然な遅れ毛になります。こんな感じで仕上がりました。遅れ毛を巻きすぎた時に簡単に可愛く直す方法になります。よかったら参考にしてみてください。